関四軍林東軍は、全艦により、朝鮮半島に設置された、植民地である。落老軍、元東軍、新番軍と共に男四軍と称される。全108年、英子朝鮮を滅ぼした全艦により、優秀志士部のもとに、林東軍が設置された。15県からなり、その領域はほぼ現在の関温度に該当すると、考えられている。軍地の置かれた東県は、 長安を去ること6138里という。1082年に15件中の9件は廃止となり、残りの6件と元都軍の夫祖県を合わせた7件は、落老軍に編入され、林東軍は消滅した。当初は、経営15件の構成だったという。名前のわかる6件は、落老軍に編入されたため記録に残ったものである。 朝鮮民主主義人民共和国の学会及び韓国の学会の一部では全館による朝鮮半島併合の事実はなかったとして男4軍の位置が実は朝鮮半島の外部に存在したと主張するこの説の場合の林東軍は近州半島を中心とした両東半島の南部に該当するこれらの遺説は北朝鮮の学会では定説となっており 韓国でも在野の歴史学会から支持されているが、アメリカや中国や日本の学会では全く認められていない。全128年に京都と英史朝鮮の連絡を阻害することを目的に、全艦が総海軍を設置したが、これをリントン軍、またはゲント軍の前身とする説や、総海軍はゲント軍とリントン軍にまたがっていたとの説などあり、 その範囲は不明である。総海軍は全126年に廃止されている。北朝鮮関温度元山市一帯とする説も存在する。全82年に落朗軍に九州合併された際に東県は今の高領市から元山市に移動したとする接中説もある。李平等は移転はなく最初から元山市にあったとする。両党軍の靴試験は 今の両寧省大連市金州区にあったと考えられている。そこで、靴市の靴とリントンのトンまたは靴市の靴と東の東がとつゆであるとして、ここにリントン軍があったとする。ありがとうございます。